皆さんこんにちは、しろくまななみんです。いつも動画をご覧くださり本当にありがとうございます。さて本日の動画は、去年出した可愛い文字の書き方という動画、ご存知でしょうか。約1年経ちまして、少しなんか自分の字も変わってきたのかなと思いますので、本日は可愛くて読みやすい文字の書き方を紹介します。皆さんも紙とペンを持って動画を見ながら一緒に練習してみてください。それではまずは使用するペンを紹介します。3本用意しました。太いペンは筆タッチサインペン、強弱がつきやすい、書きやすい、すぐ乾く、愛用しているペンです。こちらはユニボールシグノ 0.38mm の黒いボールペン、とっても書きやすいです。そして私シャーペンね、ちょっと苦手なんですが、こちらは私が高校生ぐらいの時から愛用しているペン、アルファゲルのクルトガのやつですね。ゲルトガと言われるやつかな。これはシャーシン 0.5mm を使用します。このシャーペンは持ち手が太いから持ちやすいっていうのと、書いてるとどんどん芯が回転してくれて文字がどんどん線が太くなったりしないので、ずっと愛用しているペンです。書いていくものはこちら無印良品のノート。まずは文字のポイントをご紹介したいと思います。それではここからは声でご案内していきたいと思います。可愛くて読みやすい文字の書き方 by しろくまななみん。文字を書く前にポイントを整理していきましょう。可愛くて読みやすい文字の書き方ポイントその1、文字と文字の間隔は詰めすぎないように。例えばこんな感じのこんにちはという文字、左右の間隔がぎゅうぎゅうなので見てるこっちが息苦しくなりそうですね。一文字一文字の間隔を空けてゆったりと見やすい文字を目指しましょう。ポイントその2、書いている文字を最後まで見届ける。見届けるって何のこっちゃという感じだと思うんですけれども、例えばこういう風にあの最後のシュッという部分、シュッとしすぎているので、こちらのあの最後の部分のような最後まで落ち着いた気持ちでピタッと見届けてあげると可愛らしさのある文字になると思います。それではお次はポイントその3、丸い形を脳内でイメージしながら書く。こういう縦長の文字でもなく、こういう横長の文字でもなく、こういった丸の中に収まるような形、そしてこの曲線の部分は柔らかい曲線、そしてくるっとした丸い部分は特に丸を意識して書くという感じですね。もうとりあえず丸い感じっていうのを脳内でイメージしましょう。それではこちらのポイント3点、文字の間隔は詰めすぎないように、文字を最後まで見届ける、丸い形を脳内でイメージしながら書くを意識しながら50音をたくさん書いていきましょう。まずは太めのペンで50音、あ行からいきます。きちんと最後まで見届けます。でも書いてみて思ったんですが、いとかね、こういうぴょんって跳ねる部分はしっかり跳ねていましたね。跳ねる部分はちゃんと跳ねるとちょっときちんと感が出るので、ただ可愛いだけでなく読みやすい文字という認識になるんじゃないかなと思います。個人的に作業のさしすの3文字が好きです。なんかバランスよく書けるんですよね。皆さんは好きなひらがなとかありますか？よかったら好きなひらがなコメント欄にて教えてください。私ななみんって言うんですが、な結構苦手なんですよね。バランス取るのが結構難しいと感じます。このなあんまりうまく書けなかったなと思う時には、一旦冷静になってどうして変に見えるのかなっていう風に考えることがあるんですが、そんな時は基本的に縦長な文字になっていることが分かりました。もしかしたらこれは他の人には当てはまらない私だけのことなのかもしれないんですが、文字をうまく書きたいと思っている方、よかったら自分の文字もっとどういう風にしたいっていう理想を考えてみてはいかがでしょうか。何事もそうなんですが、上達するには一旦自分の現状の様子を把握して、それから理想を立てて
そこに向かって頑張るという感じでやると上達が早いと感じます。それでは次は細いペンで50音を書いていきます。学生の頃は鉛筆、シャーペンが多かったんですが、大人になってからはボールペンばかり使う日々です。初めはシャーペン派だった私だったんですが、毎日毎日ボールペンで字を書いているうちにボールペン派になりました。皆さんはお気に入りのボールペンとかありますか？もしもこのボールペンおすすめっていうのがあったら教えてください。たという文字を書いて思ったんですが、縦線が結構外側に沿っているんですよね。直線をまっすぐ書くだけでなく、ちょっとだけ外とか内側とかに反ると優しい雰囲気、丸っこい雰囲気が出ると思います。この歯の一画目のね、この縦線もそうですね、ちょっとだけ気持ち曲線な感じで書くと良いと思います。前に出した文字の書き方の時にご指摘いただいたんですが、まみむめものもの書き順違っているんですよね。申し訳ありません。もう小学生の頃から間違えて覚えており、私前回ご指摘いただいたにもかかわらず何も学びがありませんでした。皆さんは書き順気をつけてください。今回使用しているペン先 0.38mm なんですが、人によっては太いペン先の方が書きやすいという方もいらっしゃると思います。ぜひ好きな太さ見つけてみてください。それでは次のページに行きまして、最後はシャーペンで50音書いていきます。シャーペンちょっとね苦手なんですよね。一緒に頑張って書きましょう。なんでシャーペンが苦手なのかっていうのを考えてみたんですが、ボールペンと違って芯なので太さがちょっと変わったりするんですよね。私はどうやらそれが苦手らしく、どちらかというと書くたびに芯がどんどん回転するクルトガが好きみたいです。私は今芯は HB を使用しているんですが、なんか筆圧強すぎてノートに穴が開いちゃいそうなんですよね。この動画を見ている方で筆圧が強くて悩んでるという方っていらっしゃいますか？そんな場合はもしかしたらシャーペンの芯を柔らかいものに変えるとあんまりノートにめり込まずに書けるかもしれません。芯が折れるという方は芯の出しすぎ、または硬い芯にするなど、文字を書くにあたって自分の技術以外にも使用している道具に目を向けてみるのも面白いかもしれません。今回文字を書くにあたってノートを使用したので横線が入っていて文字のサイズ感とか分かりやすいかなと思います。このノートの横線も含めて動画をじっくり見てみてください。それでは最後にスペースが空いたので何かメモを残しておこうと思います。私のオリジナルキャラクターお芝様がシャーペンは苦手なナナミンですと言っています。鉛筆くんは筆圧結構強めかもと言っています。それでは最後に、自分に合ったペンを探すのも大切だと思います。毎日文字を書いて自分の好きな文字に出会えますように。はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございました。こちら本日書きました文字のノートです。もしよかったらここをスクリーンショットを撮って、これを見ながら文字の練習してみてください。じゃあ次のページね。はい、自分に合ったペンを探すことも結構大事なのかなと思います。なんか私もね、自分に合わないペンだとうまく書けた実感がないというか、バランスが何を書いても変に見えるっていうことがあるんですね。なのでもしよかったら皆さん、自分に合ったペンを探すっていうのも大事だということを覚えておいてください。これはですね、完全に宣伝になってしまうんですけど、2021年の2月に出したゆるっと可愛いイラストの描き方っていう本があるんですけど、こちらにもね、可愛い文字の描き方っていうページがありまして、そこでも結構細かく紹介していますので、もしよかったら全国の書店、Amazon、楽天ブックスとかでも探してみてください。宣伝する予定なかったんですけど、もしよかったらっていう感じで聞いといていただけたら嬉しいです。ということで本日の動画はこれにて終了です。リクエスト等お待ちしておりますので、お気軽にコメント待ってます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、白熊ななみんでした。さようなら。